メイクの世界に入った時にとにかくあのやりすぎてる人をすごく なんかごめんなさいけどなんか痛い顔というんでしょうか、痛いって言うと分かりやすいから言いますけど、この人痛い顔をしてるっていう言い方をね、あのたまにしたことあるんですよ。そのいろんな先生らが言うのにね、聞いたことあるんですね。で、痛いってどういうことかというと、あの見た感じでなんかこう攻撃的に見れるとか、なんかこうこの人の魅力を破壊してるとか、まあ、そういう言い方なんで、そういうことをまあ含んでるんですけどね。結局目を大きくするというところだけにフォーカスしてしまうとどうなるかっていうことをちょっと今日はお話ししてます。目を大きくするというのはそれはなんか分かるんです。だからちょっと調べたんですよ。皆さんが日本女性がね、なんで目を大きく見せることをでに躍起になってるか。例えば今スマホで目を大きくする機能ってありますよね。あの顔をこう変えたりできる機能ありますね。であれちょっとわからん程度にしてたらいいんやけど、どんどん大きくしたいという願望が増えてる人っていい大人の人が目だけ大きくなって子供みたいな顔になってる見たことないですか。それ僕痛い顔って言うんですけどね、痛い顔って言うんですけど、そういうふうの本人は気づかないうちに徐々にそうなっていってしまうっていうことは結構あるわけですよ。その意味で今日大切なことは〇〇〇〇を見ることですって書いたんですよ。4つ丸入れてます。これ今日最終的にあの答え言いますけども、なぜ大きく見せたいと思うんですかってことですよね。うん、目ってやっぱりあれじゃないですか、うん、あのマスク時代の時特にそうですけど、あのこうなった時に、うん、本当にこのゾーンだけが見えた時に、うん、やっぱ目で表情が作れたりだとか意思がとか感情を表現したりとか、うん、そういうパーツだったりするので、うん、はい、目がこう輝きがあるとか、うんうんうん、目がよどんでるとか、はいはいはい、っていうようなことがありますよね。なのでできるだけこう目が、あの、うん、なんていうんですか、表現のアイテムとしてこう使えるのがいいのかなってやっぱ思いますよね、はいはい、思いますよね、うん、で今日の放送はじゃあ目を大きく見せましょう、目を大きく見せる方法はこうですよっていう配信だったら普通じゃないですか。その逆を僕が言ってる放送でしょ、うん、今回、うん、じゃあ、ね、別に目を大きくせんでよって、これなんでこんなこと言おうとしてるか分かります？考えたけど分かりませんでした。分からなかったでしょ。だから、うん、これはなぜこういう放送しようかと思ったのは、お客様がそういうことで結構、うん、目を大きくするのが、うん、あの もちろん正しいと思ってるんですよ本人もね、まあ、もちろん分かるんですよ、気持ちは分かってるんですけど、ところがね、こういうふうにしたらいいじゃないですか、こういうふうに考えたらいいじゃないですかって言ってもね、いやーってなるんですよ。要は自信がないというね、その方が目が大きくしないと自信がないというところに僕はフォーカスして、わかりますかね、うん、目が大きいから自信ができるっていうことじゃないんですよ、うんうん、でここで、あ、来たぞ、もうなんかいろいろとコメント、目が大きいと可愛いという先入観がありますよねと。あ、はいはいはい、可愛いってありますね、うんうん、確かに目が大きくなるとクリンとしてね感じで可愛いとか親しみがあるとかね、うん、これは印象分析ではそういうのはもちろんあるんです、はい、親しみがあるとかね、でも大きくしてどんどん大きくしすぎた人を見てくれたら分かるんですよ。例えば50、まあ、想像してくださいね、50代の方が、うん、ね、つけまつげをバンバンつけて、うーん、ね、マスカラ、そこにもマスカラつけて、目を大きくする術はいくらでもありますからね、どん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 重ねて目を大きくしました。じゃあその人は美しいかって言ったらどうですか。そうすると目は大きくなってるけども、その方はそれで自信がつくかっていうと、うん、実は本人の自己満足なんですよ、目を大きくしてるっていうこと、うん、でも周りから見たらどんな印象になるかというと、痛い顔ってなりませんか、うん、あ、そうですよね、うんうん、なんかこの人頑張りすぎててかわいそうとか、うん、この人なんか自信ないんやな、うん、振り回されてるんだな、うん、トレンドになんか引っ張られてるんだなっていう、自分軸がないままそういう人、そういうことだけをしてる人って僕はいつもそれを思うんですよ。だからこの今、はい、ね、大きく先入観あります。でもバランス、そうなんですよ、今バランスが大事なのではっていう話をね
書いてくれましたよね、うん、そうそうそう、うん、目が大きくなるだけではもうどんどん入ってくれて、目だけが大きいと昔のそうなんですよ、うん、ということはある程度の年齢になった人が目を大きくするだけでちょっと幼稚なんていうか少女っぽくなるっていうね、ちょっとこう、うん、弱な感じになるっていうかな、うんうん、そういう印象にもなるんです。だからアプリでどんどん目を大きくする機能があって、最大まで振り切って、でアプリで出して可愛くしてる人いてるでしょ、たくさん、うん、知り合い、知り合いとか友達もやってますよ、それやりすぎでって言うんですよ、うん、だけど本人はそれが一番自分の中で大きくなってるから OK と思ってるんだけども、うん、今日の放送はじゃあそれだったら OK です、あ、うん、好きなにあったらいいって言ったらあれなんで、僕の見解だけをちょっと話したいなっていうことで今回この放送なんですよ、はいね、うん、で日本のメイクアップで一番価値観が、フォーカスされてもその今言った目が大きい方がいいとかいうのが結構多いんですけど、うん、世界に目を向けた時にその美しいメイクアップって何かって言った時に、わかります、この肌の色とか肌質を美しく見るっていう優先順位がある国もあるんですよ。アイメイクとかないんですよ、うん、そうじゃなくて、うん、それとかその顔のそのバランスをどういうふうにしてるあのが美しいかとか見るんですよ、うん、で意外と今日本ってほらアイメイクとかそんなばっかり言ってません、目を大きくするとか、うん、エクステをつけたりとかね、うんうん、そういうところをちょっと毎回見直してほしいなという意味で、目を大きくするだけでは美しいとは言えませんよということをちょっとお話をしようかなということでやってます、うん、目を大きくするばっかりにずっと考えてると、うん、マイナスのことも起こるんですよ。さっき言われてた、まあ、痛い感じとかですかね、うん、そう、それを冷静に言葉にすると、うん、あの決してその目を大きくしたらダメってことなんですよ。目を大きくすることだけに執着するとっていう意味ですよ、僕言ってるのは。もうそこばっかり執着してる人いてるからね、目をとにかく大きくさなあかん、メイクでとにかく目を大きくさせやなあかん、そういうことだけしかできない人、うん、そこに執着ばっかりしてる人はどういうことが起こるかというと、知らず知らずに目を大きくするばっかりで自然な美しさを失うことになるんですよ。わかります、その本人の魅力をもう逸脱したような美しさを、うんうん、要は魅力をなくしてしまう。わかりますよね。それからやっぱりアイメイクを目を大きくすることばっかり考えていくと、うんうんうん、目の周りのやっぱり肌負担っていうのが増えます。そりゃそうですよね、つけまつげつけたり、うんうん、いろんなアイプチしたり、うん、いっぱいいっぱいこうつけていくと、まあその負担が増える、うんうん、それから、目を大きくできなかった場合のこのストレスっていうのができますね。目を大きくしなければダメだと思う人はそれ分かるでしょ、眉もちゃんと描かなきゃ、でも描けなかったらストレスが来る、うん、だから普通の人が普通にメイクをしてるだけだったらそんなストレスはないんだけど、とにかく目を大きく見せやなあかんっていうことに過度に執着してる人は、うん、そういうストレスが実は起こってるんですね、うんうん、それから自分のその目を大きく見せやなあかんっていうとこだけにこのフォーカスしてる人は、結局その自分のその外見だけの依存に入ってしまうということなんですよ。外見依存だから自分の外側だけをちゃんとしとかんかったら自信が持てないっていう、うん、それだけになってしまう。でスタイル、そのメイクのスタイルが変わると自己価値や自己需要に影響を与えるということかというと、受け入れられなくなるということです、うん、目が大きくない自分はダメというふうになってしまっちゃうんです。なんとなくわかります？わかります、うん、はい、過度に大きくすると自分が気づかないうちに幼稚な顔になっていることに気づかない。要はその人が周囲から信頼性をなくすってことなんです、うん、いい大人になってんのに、なんか顔だけがそのそういうメイクアップで過度にやっていく人っていうのは、うんうん、なんかわかるでしょ、なんかやりすぎてすごくこの人自信ないんだなって逆に思われてしまう。そう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 、そう、目を大きく見せることばっかり考えてる人は、じゃあ目をちっちゃい人を見下す傾向になりません逆に。おお、なるほど。わかりますか、うん、だから綺麗な側で、うん、いろんな価値観を見る力がなくなっていくということなんですよ、うんうんうん、
うんうんうんね、目を大きくするだけにフォーカスしてる人は、じゃあ目を大きくする人だけを見て、切れ長の人へのまあ、あのモデルさんでもいてますよね、一重で綺麗なモデルさんとか、うんうん、山口紗友子さんってね、あの、うんうん、あったでしょ、そういう魅力を魅力と感じなくなるわけですよね。いろんな、うんうんうん、いろんなその美しい価値観を受け入れることができなくなる。もうそこばっかりフォーカスすると、過度にその目を大きくするっていう依存ばっかりしてると、まあ、自分の自己需要っていうかな、自分のことをなんかこう本当にあの自信をなくしてしまう可能性があるということなんですよ。まあ、これはもう目だけじゃないんです、うん、メイク一般全般に言えることなんですよ、うんうん、だから何を言いたいかという今日のテーマで、あ、なんか書いてくれてる書いてくれてるちょっと待ってね僕喋ってたらいっぱいコメントくれてるわ。のぞみさんも書いてくれてる。フラをやってた時のステージやプロの活動では誇張したメイクもしますが、普段メイクでも無理やり弾いてる人は近くで見るとか、そう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 、そういうことなんですよ、うん、これはもうまさみさんとか、あの今日こう見ていただいてる方はね、僕のその講談も受けていただいてるし、いろんなそのバリエーションというのを知ってて、やっぱあの引き算も知ってる、で過度にすることもできる、で今言ったこのステージでするときはもちろんその目を大きく見せたり、あのいろんなメイクやりますよね、まさみさんやったらねそしたらその誇張したメイクを引くっていうこともできるわけですよ。でこういうことができない人も、一般の方はそこばっかりに行ってしまうんで、今言ったように近くで見ると怖いわけです、うん、で目の大きめの人がパッチリ見せるのは魅力のアピールだけど、切れ長のスッとした人はその顔立ちを生かした魅力を出す方がずっと綺麗に見える。そうなんです、もう正解よそういうことを僕は今日の放送で言いたくて、だからこの切れ長の魅力を分かるといいんですよ。そうしたらね、その人との付き合いもうまくいくけども、目をとにかく大きくした人が自分の魅力な人だけになってしまうわけでしょ。 目を大きくしたいから、この目を大きくしたい人だけを見てしまうわけですよ、うん、そうすると世界が狭まるっていう意味が分かりますよね、僕がね、うん、美しい美意識の世界も狭まるし、コミュニケーションのその人とのつながりの世界も狭まるし、いろんな価値観の多様性の時代やのに、その多様性というものの世界も狭まる。ちっちゃい自分の、だからちっちゃい世界に入ってしまうということなんですよ、うんうん、もうあのそれはこの書いていただいている通りなんです、うんうん、ものすごくだから今日みんな分かってくれてるなと思って、ありがたいな。目だけに注目のメイクはみんな同じように見るのは不思議です。そうなんです、うんうん、まあ、今日は目のことを言いましたけども、まあちょっとあの別にこの韓国が悪いとは言うんじゃないんだけど、韓国のメイクが流行ると韓国のような人ばっかり増えるでしょ、うん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 、で韓国人のメイクって分かるけど、どれも一緒でしょ、なんかどれもなんか韓国っていう感じのメイクをするじゃないですか。であれ流行らせたら、そっち側にコピーされたメイクの人間がバーッと増えていく、うん、それってなんかトレンドいってるって言えばそこまでやけど、僕らからすると個性が全然ないっていう感じで思うんですよね、うんうん、だそういうことがもう今ここに書いていただいてる、目だけに注目のメイクはみんな同じように見えるっていうのと一緒。そうだから目を大きくさせることだけが正解でもないし、ね、やりすぎるとっていうことを僕は今回言いたかった。とにかくそこに固執しすぎてる人はすごくそういうあの問い合わせがあるんですよ。目を大きくするのはどうしたらいいですかって言われる。だからやり方はこうこうでこうだよ、だけどもっていう話をしておかないと、どんどんその過剰になってしまうわけですね、うん、一つのことだけにフォーカスしすぎると、実はその人の物差しで価値を決めていますよねと、偏りますねと、うん、ね、うん、もう本当にその通りです、うん、だからまあ今日はあの答え合わせ後でしましょうねって言ったら、もう多分皆さん分かると思いますよね、何々何々を見るっていうのが大事だということになりますよね、はい、まあ、メイクで目を大きく見せたところで、あなたの心が狭く
うん、浅く狭い世界を作ってしまっては大変もったいないことだと思いますって僕は書いてるんですね。大切なことは〇〇〇〇を見ることですということで4文字でございます。だから4文字のカタカナということはもう先ほど吉子さんが書いていただいてた通りバランスを見ることですということですね。バランスなんです、ね、これはもうメイクでいつも言いますけどバランスってすごく大事ですよって言った。で今回のこのバランスというのは価値観のバランスを見るっていうのも大事です、うん、これ価値観のバランスというのは一つだけフォーカスしてしまうともう周りが見えなくなるからいろんなバランスを持ちましょう、考え方を持ちましょうという意味です、うん、だからそういうのを考えていくとバランスっていうのは本当に深い考え方とか見方とかもうそういう価値観もそうだしでやっていくメイクのバランスも実際やるメイクもそうだしみたいなね、うんうん、そういうのが非常に思うかなと思っています。最後に先生がバランスっていうのを言われたんですけど、まあ、メイクにで考えていた時のそのバランスっていうのもありますけどよく考えてみるとですね生活の中ででもそれから人間関係とかでも全部にこう言えることなのかなって本当に深いなっていうのでは そのあたりのこととかもやっぱりバランスって本当考えていかないといけないんだなって今思いましたね。メイクのことからだったんですが、うん、まあ、食事にしてもそうですけど、うん、偏った時っていうのがやっぱり何か体調を崩したりだとか不具合が起きたりだとかありますよね。そのことを考えた時に自分が今どの位置にいるのかってこっちに行き過ぎてないかなとかこれやり過ぎてないかなとか言い過ぎてないかなとかそういうのって本当自分がどの位置に今いるのかっていうのことをこう意識してあ行き過ぎた行き過ぎたとかやり過ぎたとかそういうのにこう自分をこう意識的にこう戻してくる、うんうんうん、あここの位置に戻してくるっていうことをこう意識するっていうのを思ってなくちゃいけないなっていうふうにすごく思いましたね今ね。うん、いいことです。そうなんです、そうなんです、そう、うん、だからまさしく今回はこの目のことでアイメイクっていうものを一つのキーワードにしとってますけども結局、うん、僕いつもメイクね決め手は1ミリ美眉メイクっていう本も書いてるけど、うん、もうメイクの一つが全てに共通点があるわけですよね、うんうん、だから目を大きくするっていうのも大事だけどもその目を大きくする過度にやりすぎると引き算をどっかでしとかんかったらバランスがおかしくなりますよねって、うんうん、それは今言った生活の中でのバランスに本当に通ずると思います。で考え方のバランスとか、うん、でうんよくあるのは自分に合う人ばっかりをこの周りに置いておくと自分に合った人ばっかりの、うんまあ、バランスになってしまいますね、うん、要は価値観になってしまいます。だけどちょっと違和感っていうかな変に自分に今まで持ってなかった人のある程度ねそういう意見を言ってくれる人ともやっぱりつながっておくと、うん、自分のバランス立ち位置がいろいろと比較できるようになると思うんですね。うん、うん、だからまあマシオさんもいろんなその、まあ、コミュニティもあったり友達があったりいろんなところでこういてると分かると思います。いろんな考え方いっぱいありますよね。そうして自分のこの今物差しはどこかっていうところを人と比較はある程度したらあかんって言いながらねそこは比較さなあかんんですよ、うん、人の価値観をちゃんと見るっていうことが大事なんで、うん、見た目も心もバランスを意識すると人生ワクワク楽しくいくと思います、うん僕がよく言うのは女性の人生はメイクがメイクで決まるとかうん、メイクを見ると人生がわかるとかもうちょっと大げさなこと言うけど、うん、本当にそのね、うん、ぐらいね、うんうん、特に20代の方ではなく、まあ、だん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 大人になってきて40、50とかの、うん、もう本当の大人の方がするメイクっていうのはその傾向値が今までの 長年のこの価値観とか癖が全部入ってるじゃないですか。うん、だからなかなか変えれないんだけどその変えれないメイクをこの40、50ぐらいで変えていくことによって今言ったバランスが見えたりとか、うん、メイクを武器にして修行できるわけですよ。自分の顔の上でこういろいろとバランスを取る練習とか、うんね、耳タイプの思考をするための眉を描いたらシャキッとできるとか、うん、でも時には
耳タイプの眉がしんどくなるわけですよ、みんな仕事ばっかりしてたらね。だからそういう時緩める眉を作る、低タイプのふわっとした眉を作る、その顔の上でそれができると、うん、心を自分の中でこう、ね、ほぐすことができるっていうね、うんまあ、そういうことはもう経験皆さんやってるからね、僕のその、うん、あの本講座をみんな受けてくれてるから分かると思いますよね、うん、あのメイクってそんなにあの普段深く考えてすることってないとは思うんですが、あの今日のように改めてこういうふうにお話を聞くと、あの自分のその生活やらメイクやらもういろんなこと含めてもっと自分があのいつもどうなのかっていうことをこう意識して生活しなきゃなって改めて今日は思いました。それとやっぱりあの本当に偏らないようにするって大事だなって、あの どっちにどう自分が言ってるのかっていうのって本当にこう意識しないと、あの気がついたらもうなんか引き返せないようなとこに行ってしまってたりとかするっていうのってやっぱりもう年齢重ねてくると特にそうなっていきますよね、うんうん、だからそこをやっぱりあのなんて言うんでしょう、行き過ぎてしまわない自分だったりとか、うんうんうん、引き戻ってこれる自分だったりとかでいられるようになっていなきゃなっていうふうに今日思いました。ありがとうございました。僕いつも思ってるんですよ、あの人生はバランス、人生はバランス感覚を学ぶっていつも思ってるんですよ、うんうん、あのバランス感覚を学ぶために人生があるって思うとすごく なんか楽でしょ、楽っていうから僕いつもその思ってるんですよ、うんうん、幸せって何って言った時にこの間のほら話もあったじゃないですか、結果が出る出ないで迷ってるとか言ってる前に、うん、その結果って自分の思ってる結果って何っていうのをまず見つめ直す必要あるよね、うんうん、でここまで来たら幸せっていうのを感じられてたら幸せなのに、もっとここでないと不幸せと思ってたらこの幸せが見えなくなるよね、この低い幸せがね、うん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 、だからここにこの2つをバランスを見るっていうのが大事になるわけです、うん、私は今こんだけの幸せがあったも十分って思ってたらもうそれはそれですごく健康的なんですよね、うん、だけどこういうなんていうかな、幸せでないとダメ、友達がベンツ乗ってるから私もベンツ乗らないとダメとか、うん、そういう分かりやすく言うとそういうことです、比較してそこにフォーカスしてしまうとこの差が分からなくなってしまう、だからそこでバランスを取る。私はベンツがないけど私は友達とかたくさんのいい人がここにいてるっていうことが見えたらもうそれだけで幸せ、うんうんうん、だからいろんなことをこういろんな目視線で見てバランスを、自分の周りをバランスを取って自分がこれでこっちへ進んでいこう、あっちへ進んでいこうということを自分で軸を持って動いていけばいいかなっていうのが、まあこのまあ、目の話も出ましたけどね、今日目の話が入ったけどそういうこともね、うん、にも通ずるわけですよね、うんまあだからその今塩さんが最後に言ってくれた通りでね、本当に日々の生活の中にこのバランスを取るっていうのは大事で、自分でちゃんとそこを見定めていくっていうのは大事かなということですね、うん、ということで目だけにね目を大きくすることばっかりはダメだけども、そういうバランスを見る目は養っておきましょうという、うん、いうことにしておきましょう。それではまた来週。